言ったこと。拒否的な感じ。ああ、本当ですか。ね。まあそうですね。こっち、こうした方が楽ですかね。うん、大丈夫。この方が怖さがないです。はい。はい、いいですね。あ、いいですか。いや、いた気持ちいい。あれですね。はい。ああ、ちょっと引き継い。でも、いい。たみちゃん、たみちゃん。来た。あ、たたた、いい。あ、あ、あ。お母さん。たみちゃん。お母さんに。わかった、わかった。怖い感じですかね。そこはちょっと怖くなってきた。ああ、でも、ああ、なんか、久しぶりだから、はい、私すごく全体的に肉硬くなってます、肉っていうか。で、揉み応えが全然違うような感じしません？うん、そうですね。私もね、なんかそんな、なんか、うん。ね、鎧で覆ってる感じがすごいするのを触られて初めて気づきました。あ、そう、ここまでになってるつもりなかったのに。ちょっと足首びっくりしましたね。あ、そんなに。私もびっくりです。そんなひどくないだろうと思ってたもん。あ、うん、普通に、あ、多少かなみたいな。なんか触られて結構やばさを感じた。すげえやばいんだ。でもね、前はぎっくり腰しちゃうぐらいの、そこまでいってないと思ってたのに。るなって感じですよね。うんうん、でこっちからこういうふうにまっすぐに両足がピタッとつくまで、うん、はい、押していただいてください。お願いします。ちょっと力入れて、もうちょっと、あと少し、はい、楽にします。これ2回も2回繰り返してください。ぐーっと頑張って、もうちょっと、はい、いいです。はい、やってね、こうして、はい、ぐるっと、はい、いいですよ。
っと回しますね。辛くないですか？こちらの方がさっきよりこっちに行くのが抵抗が強くなって、こちらは抵抗が弱くなって、うん、同じぐらいになった感じですね、はいはい、いろいろやるな。これちょっとね、気持ち悪いと思うんですけど、うん、大丈夫ですかね、うん、普通半分以上ここなんで、うん、足入れる、うん、足先までめっちゃ気持ちいい、うん、はい、大丈夫ですか？はい、できますね。お腹も張ってませんか？張ってるかな？張ってるかも。お腹も硬い感じしますよ。ちょっとやっぱ押すと痛いですよね、これ。痛いかも。わかんない。わかんない。わかんない。張ってる感じは、うん、触られて分かる感じ。そうですよね、うんうん、まあ多分あの体のことって慣れちゃうんで、うん、あんま人と比較しないじゃないですか。しないから分かんないんですよね。なんか自分の基準でやっちゃうから、うん、鈍っちゃうんですよね。逃げでしたね、やっぱこっち痛くないですよね、うん、こっちこっちもこっちでまあまあ痛い、まあ、まあまあ痛いですか。でも右に比べると全然、比べると全然でしょうね、うんうん、押した感じは、うん、こっちは、うん、普通に入るんで柔らかい、うん、右はもう我慢って感じ、うん、右はもう入れてる指が痛いぐらい硬かったです。あら、そんなに体がおかしかったの。まあ、でもなんか腰痛いっていう人はまあそういう状態になってますね、うん、結構左右差も出てたので、うん、最初から多分まあで実際特別ここっていうんじゃないにしても結構あちこち辛かったわけですよね。特に痛いのどっちって言ってましたっけ？特にこっち。でも左も同じぐらい。ああ。